ボヘミアの こっちへ行こう。やっと起きたか。ようやく始められるな。とりあえず今日はやることがたくさんある。ラジュク教の剣を仕上げるにはお前の手伝いが必要なんだ。何をすれば？木炭を切らしてる。市場へ行って木炭屋から一袋買ってきてくれ。ならお金がいるよ。それについても頼みがある。クネシが1ヶ月前に買った斧とハンマーと釘の代金をまだ払ってない。他の借金もある。あいつのところへ行って最低でも斧とハンマーの代金を払わせろ。その金で木炭を買えばいい。クネシってあの酔っ払いの？楽しくなりそうだ。まあお前ももう子供じゃないんだ。うまくやれるだろう。ダメ。あいつがそれを聞いたら、あと城の自重、それを取ってくれば。それとエールだ。あの娘、そう。
ボヘミアの王であり、今フェイファー親方と話してるのがわからないのか。木炭が欲しいなら助手に話してくれ。